島田大介は映像作家、写真家、大阪府生まれ、京都芸術短期大学映像科卒、映像ディレクターとしてキャリアをスタート。数々の CM やミュージックビデオなどを演出し、カンヌ広国祭をはじめ国内外数々の賞を受賞する。2018年代表を務めた映像制作会社コトリフィルムを解散。現在は、 作家としての制作を中心に活動中。妻は、モデルの大谷よし。愛病の名前走らす。京都芸術短期大学映像科卒業後、都営。90年代後半ロンドンにて、ファッションモデルとして活動。パリコレクション、ロンドンコレクション、CM、メガボルトなど出演する。帰国後上京し、ファッション誌、東京コレクションなど出演。その後、映像制作会社、 ジョン &J& イ,インクに入社し、谷が一郎アシスタントディレクターを経験後、2002年映像ディレクターとして独立。以降、数々のミュージッククリップ、コマーシャルフィルム等の映像を演出する。2008年、株式会社小鳥フィルム設立。2010年、小電車から出版された、チャラのパーソナルブック、ブレイキングハーツを2ヶ月にわたり撮影。 フォトグラファーとしても活動し始める。2013年、小鳥フィルム5周年展覧会、コターヌトロン、東京渋谷にて開催。初監督した、小松菜那主演短編映画、ただいま、を、シアターイメージフォーラムにて公開。2014年、1000万再生記録した、サントリー・クレマン忍者女子高生ウェブムービーが、ガンヌ・ライオンズ・ブランデッドコンテント&、 エンターテインメンツシルバー受賞、ボバ広告主部門グランプリ受賞、アドフィスト2015オンラインビデオ部門ブロンズ受賞、文化庁、メディア芸術には、審査員海水戦作品選出される。東京、名古屋、京都にて、写真展、マチルド開催、写真集発売。2018年、代表を務めた、映像制作会社小鳥フィルム10周年を機にを、解散。 コトリフィルム展覧会、コトアライニカル写真展、メンド展を東京目黒にて同時開催。2019年、インタビュー形式の映像をまとめた VHS 作品、ビデオヒューマンシズビリティをトランスブックスにて発表。香港写真家ウィング社屋式村虫による企画展、フォトグラファー香港パラレルスペースギャラリーに参加。2021年、 東日本大震災から10年間ラッドウィンプスともに活動してきた楽曲映像をまとめたチャリティーアルバム2プラス0プラス2プラス1プラス3プラス1プラス1イコール10イヤーズ10ソングス、ビジュアルディレクションを担当写真展10イヤーズ東京代々木にて開催する写真展売上全額を日本赤十字社に寄付する写真集マチルダときみつありがとうございます